今日はですね、ホームセンターへやってきました。江南、この納豆を買いました。なんと30円、税別28円だったかな。なぜこれが必要かっていうと、この前かごのこれですね。これね、舐めちゃったんです。で、こっち側にね、納豆をつけて締めないと、ちょっとね、緩んできちゃうかなっていうことで、買ってきました。で、規格がね、M6 の1ミリピッチということで、これ外してね、お店の中でゲージがあるんですけど、それで当ててみました。はい。じゃあね、早速ね、ここへ戻ってつけちゃおうかなと思います。できました。ね、ここほら、斜めってるでしょ。ね。で、これをね、そうそうそう。で、そうしないとここ当たっちゃうんですよ。ね。で、これがもう舐めちゃってるんで、ちょっとブカブカなんですね。で、今買ってきた、この納豆ですね。納豆をこれつけて、まあ、緩まないようにしたいなっていうところですね。はい。じゃあ、早速ね、つけちゃいますね。つけ終わりました。ね。ここ。納豆。で、4つついてたんで、4本とも、下もね、しっかりとつけました。これで下がってこないだろうな。ね。あとはね、ここもむちゃくちゃなんですけど、ね、カゴ、前カゴね。でも前カゴないとね、不便だしね。うん。かっこ悪いかな。で、あとこの自転車の欠点は、このリアフェンダーね、ポヨンポヨン動いてるみたいでね。うん。でもね、ないと、雨の濡れてるとこ走るとズボンビッチョビチョになっちゃうんで、まあこれはいいよね。はい、どうでしょうかね。こんな自転車ですね。こうやってカバンを乗っけて走っても、あ、もう当たんないな、大丈夫だな、ね、結構空いたもんね、ギリギリだったのところね。うん、では、校内へ行ってボルト30円ですね、買って修理できました。以上です。前かごをずっとつけてみたんですけど、欠点が分かりました。ここね、これブレーキとね、ギアチェンジにね、ワイヤーに当たっちゃうんですね。でね、ちょっと安全上問題があるんで、この前かごはもう外しちゃいます。もう傷だらけのやつだしね。なんか無理やりつけてるからね。うん。じゃあ、これはもうゴミです。前かごはなしで、リュックに、食料を買うときはね、詰め込んでいくしかないですね。では以上でーす。はい。前かごの撤去作業終わりました。これでね、ワイヤーの干渉ないので、ね、問題なく走ってくれるでしょう。ね、ちょっと危なかったね。でもね、残骸としてはこれ傷だけが残りました。まあ、勉強代としてしょうがないかな。ね、うん。じゃあ、これからテスト走行行ってきます。ではね、まあ問題なく走ってくれるでしょう。まっすぐ走らなかったです。前かごつけてたらね。危なく事故を起こす前、ところでした。事故を起こす前にね、完全にね、元に戻せてよかったと思います。こういうクロスバイクに乗る場合はね、前かごはつかないんだということが分かりました。ね、リュック、夏場暑いけどね、背中ね、リュックを背負って、通勤しましょう。はい、では以上です。